私は引退後、日本で1年間の一人暮らしに挑戦している韓国人です。いよいよ1年が終わって3月末に韓国に帰ります。帰る前に軽井沢旅行に出かけました。軽井沢はできれば1年間住みたいほどいいところでした。景色もいいし、空気もいいし、星野リゾートもいいし、すべてが良かったです。その中で忘れられないお店があって紹介します。2017年に軽井沢に店舗をオープンしたゲラテリアジーナ、ゲラテリアジーナです。店名のジーナジーナはジェラート、ゲラート、イタリアーノ、イタリアノ、ナチュラーレ、ナチュラル、アルティジャナーレ、ゲラートのベースになる牛乳はもちろんのこと、フルーツも信州の旬にこだわり、フレッシュなものを使用しています。またジェラートの本場イタリアで修行し、イタリアの国際大会で3度の入賞をした。ジェラート職人が日本1号機のイタリア製ジェラートマシーンで作る本格ジェラートを販売するショップです。そこで働いている女性の従業員もみんな親切でした。軽井沢旅行はジーナのおかげでもっと楽しかったです。皆さんもぜひ行ってみてください。